上野公園の西郷隆盛像は何をしているところ？西郷像はうさぎ狩り中だった。偉人の銅像というと、だいたい清掃をして記念写真でも撮るかのような造形であるのが普通です。特に近代の偉人になると洋装か軍服を着ているのが普通でしょう。しかし上野恩賜公園の西郷隆盛像は違い、西郷さんは着流し姿で犬を連れ、まるで散歩しているかのような雰囲気です。でも上野の西郷隆盛像は一体何をしているところなのでしょうか？上野恩賜公園の西郷隆盛像はうさぎ狩りをしている。上野恩賜公園の西郷隆盛像は薩摩犬を連れてうさぎ狩りに向かう西郷どんをかたどったものです。一部では西郷どんが散歩している様子と言われたりしますが、散歩ではない証拠として腹帯にうさぎ縄と呼ばれる藁で編んだ罠を差し込んでいるのが確認できます。しかしそれはそうとして、どうして西郷どんはうさぎ狩りをしていたのでしょうか？理由は極度の肥満でした。明治維新後、陸軍大将になった西郷隆盛はデスクワークが仕事の主になり、体を動かすことが大幅に減ります。さらに西郷どんは大の甘党であり、おまけに脂っこい食事が大好きで、体格相応に大ぐらいでした。40代を超えていた西郷どんは肥満街道を一直線に突き進み、ついには110キロの体重を抱え、軍馬にも乗れず、股連れで即即行軍もできなくなる始末でした。そしてついには息切れや胸の痛みを訴えるようになります。西郷の健康を心配した明治天皇がお雇い外国人医師ホフマンに診察させると、西郷どんの体は脂肪分が増えて血管を塞ぎ、血液の循環が悪くなっていて内臓も負担を抱えているとの診断でした。ホフマンは内臓についた脂肪を落とさないとあなたの命に関わると厳しく指摘します。こうして西郷どんは明治天皇の勅命でホフマンの指導のもと糖質制限ダイエットを開始。同時に運動も必要ということで、賑やかな日本橋から野山が残る青山渋谷界隈にお引っ越し、愛犬を連れ朝夕合計8キロの散歩をこなして減量に励んだのです。ダイエットがうまくいったかどうかは資料がないので定かではありませんが、西南の駅の頃の西郷はかなり痩せていたという証言があるので、うまくいったのではないでしょうか。上野公園の西郷像はどうして着流し姿になったの？ではどうして上野の西郷隆盛像は着流し姿になったのでしょうか？その理由はいくつかあり、もともと騎乗する西郷隆盛像を制作するつもりが寄付金が制作費に満たず、陸軍大将服の西郷像に変更したものの、去る筋から陸軍大将姿に猛烈な反対が巻き起こり、着流し姿に落ち着いたというものです。一方で西郷隆盛のいとこである大山巌は、着流しの西郷像はイタリアの英雄ガルバルディのシャツ姿に習ったもので、西郷の本当の姿は一切の名利を捨てて山に入ってうさぎ狩りをした飾りのない本来の姿にこそあるとして発案したとも言われています。西郷は赦免されたとはいえ、幕府を倒した維新回転の英雄であり、同時に新政府に反旗を翻した逆賊でした。さらには新政府に尋ねた機儀これありとして明確に明治政府を批判したことから、反政府的な機運に利用されるのではないかという懸念がありました。そのためにあえて着流しの犬を連れた姿にし、西郷の反政府的なアイコンから牙を抜こうと考えたようですが、むしろ着流しの西郷像は親しみやすさから知名度が高まり、日本で最も有名な銅像になったのです。生涯に17頭の犬を飼った西郷どん。西郷隆盛はその生涯に17頭の犬を飼っていたそうです。つまり西郷どんは相当な犬好きといえ、西郷どんの人生の局面には必ず犬がいました。ただ西郷どんの犬好きには人間不信に陥った心の寂しさが影響しているそうです。西郷どんは若い頃に主君の島津斉彬や藤田東子、それに橋本早苗のような腹を割って何でも話し合えるような師や友人を失っていました。以来西郷はずっと孤独で、本当の気持ちは飼っている犬に話して寂しさを紛らわせていたようです。
でも犬を飼う人は飼わない人に比べて運動量は 1.5 倍、そして犬と接することで人は幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンが脳内に分泌されストレスを緩和して全身をリラックスさせる効果があります。明治4年に上京してから性観論の決裂で下野するまで西郷どんにとって厳しいストレスがある時期に犬は西郷どんに寄り添いその大事業をアシストしたのです。幕末維新ライターカワウソの独り言。上野の西郷隆盛像は今でも異彩を放っています。実際には軍服姿の西郷像も鹿児島にはあるのですが、こちらは陸軍大将の姿で怖い顔をしていますし、霧島の紋付き羽織姿で腕組みしている西郷像も威厳が勝り、親しみやすさでは上野の西郷像よりは落ちます。それらに比べると高村光雲作の上野の西郷隆盛像は動き出しそうな躍動感といい、間の抜けたようなユーモラスな表情といい、まさしく西郷どんと親しみを込めて呼びたくなる隣人のような何とも言えない愛嬌に満ちています。維新開店の立役者として暗い人心を極めながら、少しもそれにおごることなく、ついには築き上げた地位をすべて投げ打って反幕政治に立ち向かった武士の人西郷隆盛。その人生を表すのはやはり軍服でも紋付き袴でもなく、普段着の飾り気のない姿が一番に使わしいのかもしれません。